5歳のお誕生日になります。みんなでバースデーソングを歌った後にバースデーケーキのプレゼントをします。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアシフォンちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。5歳です。拍手、ありがとうございます。見てください、歌に向かって合わせて上がってきてくれました。あ、来ました、来ました。じゃあちょっと後ろに私下がるとして、シフォンちゃんお誕生日おめでとう、ケーキのプレゼントと歌のプレゼントです。シフォンは長崎バイオパークから来たアップとコナツの間に生まれた4兄弟のうちの1頭です。マカロン、エクレア、ブラウニー、そしてシフォン、この4頭の兄弟です。那須動物王国でカピバラが、この子たちの代が初めてとなっています。生まれてすぐに左前足を怪我してしまいまして切断をすることになりましたが、毎日治療をする中でなんとか元気に育ってほしいと願っていた、わけです。そんなシフォンも今日で元気いっぱいに育って5歳になることができました。カピバラにしては色が薄くて地肌がピンクで美白カピバラとして人気が出た、頃ですね。今では左前足の先がないとは思えないぐらい上手に泳いだり、美白カピバラとしてオリジナルのシフォンぬいぐるみ、那須動物王国で販売しておりますが、そんなシフォンのぬいぐるみがあったり、あとはカピバラ写真家の渡辺勝人さんを中心に行われたカピバラ総選挙でなんと1位に輝いたこともあります。元気いっぱいに暮らしてくれて育ってくれて我々飼育員もとても嬉しく思っています。ちなみに先ほどもご紹介しましたシフォンの大好物はキャベツです。今も美味しそうに食べてますね。毎日の治療で足に包帯を巻いていた時がありましたが、その時の治療時もキャベツさえ与えていればおとなしくいい子にいい子にしてました。ただキャベツを食べ終えた瞬間に動き始めるので、飼育員はいかにこのキャベツを食べているうちに早く治療を終わらせるか、そういった戦いの日々が続いていました。今日5歳の誕生日にこれだけ多くの方にお祝いしてもらって、シフォンも私もとっても嬉しいです。これからもシフォンが元気に健康に暮らせるように飼育員一同頑張りますので、皆さんもどうぞ温かく見守っていただければと思います。お誕生日会参加していただきまして誠にありがとうございました。